皆さんこんばんは、電の子電子チャンネルの電の子です。今回はうるせえ奴らの第2話が放送となりました。振り返りながら気になる点などをピックアップしていこうと思います。初回放送ではなかなか賛否両論でしたが、令和版のうるせえ奴ら皆さんいかがでしょうか。第2話ではかつてのサブキャラとして大活躍していた人物も登場し話題となっています。旧作に馴染みがある私を含めて様々な意見がありますが、個人的な見解で見ていこうと思います。ぜひ皆さんのご意見やご感想などあればコメントお待ちしております。いつもたくさんのコメントいただき、うるせえ奴らを知らなかった部分もたくさん知れて動画制作の励みになっております。ありがとうございます。電の子電子チャンネルではアニメや漫画などに関するコンテンツを配信しています。スパイファミリーを中心にジャンプ関係などジャンルにとらわれず深掘りしていきます。ぜひチャンネル登録して最新動画を見逃さないようにしていただけると電の子も頑張れますので、よろしくお願いします。では早速本題に入っていきましょう。まず今回のタイトルはあなたにあげる幸せの黄色いリボンの2つでした。ちなみにこのサブタイトルについては一覧をまとめてどういう展開になるのかとか、これはこうだなっていうのをね、別動画でやってるので、ぜひね見てやってほしいです。まず A パートですね。 A パートあなたにあげるなんですけれども、ラムのせいでひどい目に遭うことに嫌気がさしたアタルは変装して家出をするというエピソードになっています。そんな中、病弱な巫女サクラと出会いお祓いを受けることになるが、逆にサクラについていた病の幽霊だったりとかね、死神に取り憑かれてしまうというエピソードになっています。こちら旧作だと9話ですね、第9話謎のお色気美女サクラという題名の回でサクラがね初登場しています。今回サクラの初登場となりましたね。声優は今回沢城みゆきさんが抜擢されています。もちろん大ベテランさんですね。以前の旧作で声優を務められていた鷲尾真知子さんでしたが、結構渋いイメージの仕方で、沢城さんとはちょっと異なる、ちょっと可愛さが強めな印象ですよね。で、お祓いしたりする場面は結構意識して旧作のサクラのね雰囲気は出しているようにも思いました。あとね、温泉も出てきましたよね。結構悪くなかったかなと思います。ラムちゃんも何回か見ていくと声もだんだん馴染んできていますが、やっぱ個人的な平野文さんのインパクトってすごかったんだなとね、逆にこう見返しながら思うことがありますね。で、相変わらずテンポはめちゃくちゃ早いので、あっという間にこう A パートは終わってしまいます。これが令和版の持ち味かなと思っていました。そして B パート後半ですね。こちらめちゃくちゃいいなと思ったのは、中間のアイキャッチ画像っていうのがあるんですけれども、この人がね、前回の1話より増えてるんですよね。なので今回ね、A パートで登場した桜が追加されています。こういうちょっとした部分は今時らしく視聴者を楽しませてくれますよね。B パートなんですけれども、こちら旧作の13話、電気ショックが怖いのエピソードが今回こちらのね、幸せの黄色いリボンのエピソードとなっていました。こちらエピソードとしてはラムの電撃とか飛行能力に困ったアタルはチェリーにラムの力を封じてくれと頼み込んで黄色いリボンを託されます。で、リボンとね一緒に届けられた手紙にはリボン角に結べと書いてありというねエピソードになっています。で、このリボンを結ぶことによってこう重力飛びにくくなったりとか、そういう能力的な部分が使えなくなってしまうというエピソードでした。そして旧作でもインパクトを残し、今回登場するのか疑問になっていたメガネが登場と思いきや、サトシというねメガネを意識したキャラとなっていました。で、メガネの声がね千葉茂さんに寄せていて、佐藤節次さんがね今回演じられているんですけども、結構ね似たような声質というか雰囲気結構出してましたよね。まあ、別作品でもね、千葉茂さんをね、放出させると一部で話題となっていたので、ここでの起用となりました。ちなみに、チビっぽいキャラも登場していましたよね。Q に出てきて、アタルの友達枠としては必要かもしれませんが、なかなかちょっと無理やり感あるので、ここは旧作ファンからすると色々言われそうかなと個人的には思いました。ただ、佐藤節次さんのね、演技力めちゃくちゃすごいし、新作として見るにはかなりいい役回りをしていたと思います。そして最後に C パート、ついに登場、面堂周太郎ですね。個人的にもめちゃくちゃ好きなキャラなんで、面倒ってちょっと叫んじゃいました。登場の仕方がとんでもないハイスケールなのもたまりませんし、今回宮野守さんの声も旧作の神谷明さんはもちろんイメージもあるしすごい良かったですが、本作もぶっ飛び感を出してほしいところかなと思います。皆さんいかがだったでしょうか。新うるせえ奴ら、少しずつ雰囲気はどんなものなのか分かってきたかなと思います。次回なんですけれども、トラブルは舞い降りた、迷路でメロメロの2作品となっています。面堂周太郎の登場回と、ラム当たる面堂忍で鍾乳洞にね迷う回となっています。この辺でも面堂が来週からどんどん出てくるんで、めちゃくちゃ楽しみです。ぜひ皆さんのここが良かった、ここはちょっと気になるなとか、ちょっとうるせえやつらどうなのかなってね、何でもいいのでコメントで教えていただけると嬉しいです。今回は以上になります。ぜひまた見てやってください。さようなら。